白洋寺は、大韓民国全羅南道朝上軍にある寺院。韓国仏教会の最大勢力である、宗慶州の五大僧林の一つで、古仏僧林と呼ばれている。また、宗慶州の第十八教区本寺である。宗慶州は632年に、くだらの僧侶預言が下言州の白岩寺を建てたことを、もって、白洋寺の創建としている。 高麗時代の1034年に僧侶の中帝が建物を建て直し、浄土寺とした。李氏朝鮮の大僧による1407年の仏教弾圧の際、存続を許された88寺院の中に白陽寺の名前はなく、廃寺になったようである。清掃による1424年の仏教弾圧の際も、存続を許された36寺院の中に名前はなく、 引き続き廃寺のままだったようである。その後、寺は復興し、祝層の時代に、浄土寺から白葉寺に名前を変えた。火災で消失したが、高層元年に、桃岩禅寺が再建した。日本統治時代の1911年、寺説令施行規則によって、朝鮮三十本山に指定された。1917年に、総万岩禅寺が重修し、さらに、 ハイツル戦前時が重修して現在に至る。なお現在の州派は総慶州である。2010年11月2日午後3時21分頃に火災が発生したが文化財の被害はなかった。ありがとうございます。